朝鮮総連傘下の貿易会社をめぐる稲わらの輸入代金の不正送金事件で、稲わらは福岡の港などから持ち込まれ、代金はアメリカドルで支払われていたことが新たに分かりました。警視庁公安部は20日、朝鮮総連傘下の東海商事が中国から輸入した稲わらの代金を別会社の口座からインターネットを使って不正に送金した疑いで関係先の捜索をしました。東海商事は国際送金を禁じられていたため、別の会社を迂回して送金したとみられます。その後の関係者などへの取材で、稲わらは2020年以降、中国の大連から福岡と新潟の港に3回持ち込まれ、東海商事が支払った総額は4万ドルに上ります。警視庁公安部は、北朝鮮が外貨獲得のために北朝鮮産の稲わらの代金を中国企業経由で受け取っていた疑いも視野に調べています。